皆さんこんにちは。黒メガネ黒羽の京阪神駅前探索。今日は京阪本線の葛葉駅に来ています。葛葉駅は枚方に位置しております。ホームの感じはこんな感じで、向こう側に淀川があります。でこの淀川の向こう側のこの山が山崎、ウイスキーで有名な山崎ですね。そしてこちらの方が高槻方面になります。20年ぶりぐらいにこの駅に降り立つのですが、そんなに変わった様子はありません。さあ改札の方に歩いていきましょう。この辺りもあまり変わってないですね。自動改札に止められました。切符の入れ方が悪かったのでしょうか。失敗です。この改札がちょっと変わってましたね。だから失敗してしまいました。外に出るとなんかちょっと今までイメージしていたのと全然違います。ここは確か松坂屋デパートだったような気がするんですけれども、松坂屋はなくなってますね。そしてここもちょっと違います。ここまっすぐ行くと蒸気機関車が展示してあったと思うのですけれども、駅もなんかちょっと綺麗になったようなそんな感じがします。蒸気機関車の D51 がここをまっすぐ行ったところにありまして、で広場みたいなのがあって、アイドルのミニコンサートとかがやってたと。そのミニコンサートにはよく行きましたけれども、葛葉モールというふうになってますね。この駅のロータリーなんかも非常に綺麗に整備されています。それではちょっと歩いて行ってみたいと思います。辺もなんかちょっとこのガストのところが確か昔バーミヤンだったような気がするんですよ。中華料理のバーミヤンになんか食べに来たことがあるようなそんな記憶がありますけれども、結構いろんな店が入っていますね。葛葉モール結構巨大ですよ。泉屋昔からありましたね。姿は変えていますけれども泉屋は残っています。結構規模の大きなショッピングモールになりました。ここの交差点を渡っていこうと思うのですけれども、なんかみんな斜めとか四方八方に好きなようになんか歩いていってますね。
横断歩道がないのに、これはこういうルールなんでしょうか。でこの巨大なビルも、これもクズハモールになるんですね。ここから大きな建物が出てきました。これは大学のようですね。大阪歯科大学、歯医者さんになるための大学です。非常に立派な建物です。これ昔からここにありましたかね、ちょっと記憶にないんですけれども、移転してきたのかな。でこの突き当たりのマンションはよく京阪電車の車窓からよく見ました。結構存在感がありましたね昔から。向こうが京阪電車と淀川になります。クズハセンチュリータウンと呼ぶんですね。初めて知りました。さあ駅の方に戻っていきましょう。正面に見えてますのがクズハタワー、タワーマンションです。なんか2つに上の方が分かれていて、東京都庁によく似てますけれども、東京都庁と比べるとなんかちょっとこう情けないような感じがしますけれども、でもクズハのランドマークタワーです。お値段の方も結構するみたいですよ。近くまで来るとやっぱりちょっと存在感がありますね。観音様がいてますし、まあせっかくなのでタワーのふもとの方まで行ってみましょうか。以上、京阪くずは駅からでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。